アウグストローマイヤーは、ドイツ人実業家。ドイツの咀嚼地であったタオ市から第一次、世界大戦後に、ドイツ人捕虜として、日本へ連行され、食肉加工業に携わり、ロースハムを生み出した。1892年6月19日、ドイツのベストファーレンファールで農家を営む、クリスティアン・フリードリ・ヒローマイヤーと妻ドロテーの、次男として生まれた。 ファールでの生活は、貧困を極め、ままならなくなったことから1894年、約540キロメートル離れたポーゼンへと移住した。農業を軌道に乗せるため、新しい土地の開墾に励んだがうまくはいかず、1906年11月、ローマイヤーが12歳の時に母、ドロテーが、過労で死去し、その半年後に、父クリスティアンが失踪してしまう。 五人いた兄弟は、チリジリとなり、ローマイヤーも、シレジアから、ベスト・ファーレン方面へ食を点々としながら、食い繋いだという。やがてブレーメンにて、メッカーの見習いとして定食にありつくことがかない、その技術を習得していった。1914年のチンタオ攻略戦1914年1月、21歳で、海軍へ入隊し、中国へ渡った。 当時の乗組名簿はすでに戦火で消失してしまっており、ローマイヤーがどのような経路で中国へ渡ったかを示す確たる手がかりはないが、家族の所持する写真や当時のドイツ海軍所有船の航行状況などから海軍がチャーターした商船に乗り込んで中国へ渡り、チンタオ号という河川用砲船に乗ったとされている。同年8月3日、 ドイツがフランスに宣戦布告すると、甲州市の河川領域で、紹介任務に当たっていた、チンタオ号は、ドイツの咀嚼地、甲州湾咀嚼地の中心である、チンタオ市へと向かった。日本は、イギリスの要請を受け、ドイツに対して、咀嚼地の引き渡しを要求。これが決裂に至ると8月23日、ドイツに対して、宣戦布告を行った。10月31日、 チンタオの戦いが始まると、チンタオ市へ到着した、ローマイヤーの部隊もこれに参戦した。ほどなくして、ドイツ軍は敗戦を起死し、ローマイヤーは捕虜として捕らえられ、熊本県の捕虜収容所へ移送された。1915年6月9日の収容所外によって、久留米市へ渡った。ローマイヤーはここで祖国への帰国を諦め、解放後、日本で、 どのように生活していくかを考えるようになったという。東京帝国ホテルから1920年頃、食生活の違いから、収容所でのドイツ人捕虜による料理参加は、早い段階で認可され、食肉加工経験を持つローマイヤーは、調理場を担当した。ローマイヤーは、捕虜の料理を作りつつ日本語を習得し、1920年の解放までを過ごした。 解放後、ドイツ人捕虜には、帰国や、在留の選択肢が与えられたが、クルメでは、ローマイヤーを含む、約21名が、日本在留を希望し、ローマイヤーは、東京帝国ホテルへの就職を決め、東京へと渡った。1920年1月末、東京帝国ホテルに到着し、ホテルが所有していた数頭の豚の飼育と加工を、担当した。日本に、 あまり浸透していなかったハムやソーセージを作ったところ、資生堂社長の福原晋三やメロンパンを発明したことで知られるアルメニア人国区のイワンサゴヤンなど、複数の客や料理人から絶賛され、独立を決意する。翌年すぐに帝国ホテルを退職し、29歳で大崎に合資会社ローマイヤーソーセージ製作所を立ち上げた。 商業ベースでの本格的な洋風ハムソーセージの製作に取り掛かり、胃袋の宣教師として知られるカール・アイデル・レーモンに先駆けて1921年に豚ロース肉を使用したボイルドハムを創出した。翌年、19歳の日本人ふサと恋に落ち、同棲を始める。1925年4月に正式に結婚した。 1923年9月1日、関東大震災が東京を襲い、ローマイヤーの会社も倒壊した。ローマイヤーはこの時、貯蔵していた肉が腐る前に処分しようと被災者へ、無料で提供したが、この行為が後に出資者から咎められ、大崎の会社の閉鎖を余儀なくされた。同年、住居を南品川へ移し、ここに土地を借りて、仕事を再開した。 ここでは、小林栄治、八木下俊三、稲葉育夫、水尾正夫、君塚豊治など、やがて後の日本の食肉加工業界の発展に、重要な役割を果たすことになる面々が、従業員として雇われた。1925年、銀座並木通りにロースハムの直売店とレストランを、開業し、評判を得るようになると、後続や名刺、 文化人などが多数ローマイヤーのハムを買い求めに来るようになった。1929年には世界一周を果たしたドイツの飛行船グラーフ・ツェッペリンが日本に着いた際に招待を受けるなどの栄誉も受けた。1932年失踪していた父親の足取りが判明し一時帰国する。やがて第二次世界大戦が始まり、 戦争が激化する1942年、ローマイヤーは、過労から来る、異潰瘍で床に伏し、ローマイヤーの生産工場は休止となる。東京での空襲が頻発するようになると一家は、箱根へ疎開し、ローマイヤーも、病気の療養に専念した。戦争終結後の1949年、幸いにして、戦火を免れていた、品川の家へ戻ると、同年6月、 再び仕事を再開した。1962年12月19日、心臓病により死去。ローマイヤーが手掛けた生産工場とレストランはそれぞれ息子が引き継いだが2000年にローマイヤ株式会社として一族の手を離れた。ローマイヤーが開店したレストランは谷崎純一郎の笹目きなどにも出てくるように広く庶民に認知された店となる。 また、ドイツ料理を供する店として、戦前から戦後にかけても、日独合作映画、新しき土の製作スタッフや出演者、ゾルゲ事件の首謀者であるリヒャルトゾルゲ、ドイツ大使館関係者など、ドイツに関連した様々な思想や立場の人間が、足しげくこのレストランへ通った。1925年より、銀座並木通りのタイツルビルに開業した、この店は、 一階がデリカ鉄線、地下が客席となっていた。1991年にビルの改装に伴い、日本橋へ移転していたが、2006年11月、株式会社スターダイニングシステムによって銀座店舗が復活している。ありがとうございます。